ちは。やっほー。こんにちは。しっかり寝ました。もう元気です。もう元気に配信できます。この時間はとりあえずメイク配信をしようと思っているので、メイク配信をしていきたいと思います。メイク配信をしていきたいと思います。しんのすけさん、スノードームありがとう。で、いつもこのショールーム期間中にメイク配信を毎日やってきたんですけど、いつもなんかのテーマに合わせてやってきてたんですね。今日はうさぎメイクとか。え、雪やなってる？広島マジ？うさぎちゃんメイクとか大人メイクとかいろんなメイクをやってきたんですけど、今日のオフェロメイクとか、昨日だったら今日の今日の、ね、メイクのお題、こういうメイクやってほしいなみたいなのありますか？超やハートありがとう。皆さんカウントをしなきゃ本当にありがとうございます。昨日とかだったらおフェロメイクやってほしいみたいな感じで言われたんですよ。ゆらりん、こういうメイクやってほしいみたいなありますかね？回答が皆無みんなすっかみんなわかんないよね、あんまり化粧とか。どうしようかな、何メイクにしようかな。とりあえずでもすっぴんから脱出したいので、何メイクにしようかな。カマーさんありがとうございます。クリスマスメイクいいね。クリスマスデートメイクにしようかな。じゃあいい台をありがとう。クリスマスデートメイクをやっていきたいと思います。いい台をありがとう。ちょっとまずちょっとコロコロしますね。2月17日初めて握手会、おーやった、楽しもうね。2月17日は東京か、よろしくね。クリスマスデートメイクね、オッケー。クリスマスデートか、まあいいや、やってみよう。
まずクリスマスっていうことはちょっとイルミネーションとか見に行くっていうことにしようかな。夜のイルミネーションでも映える写真じゃない映えるお化粧していきたいと思います。夜なのでちょっと濃いめでちょっと明るくしたメイクをしていこうと思います。まず最初に下地に 3CE のお湯クリームを使って顔を白くしていきます。これを塗ったら顔が真っ白になるよ。真っ白白すけ、超真っ白白すけになる。これ塗ったら白くなれオッケー。真っ白スポンジ、リンジ花束ありがとう。緑色のメイク道具を持ってない。クリスマスデートメイクにします。夜のイルミネーションを好きな人と見に行くみたいな感じのテーマ。よし、やった行こう。なんか一回寝たけ顔がすごいすっきりした。さっきよりさっきの顔はもう全然起きてなかった。顔がよし、 OK。 ただこのショールームイベント期間中にニキビがいっぱいできちゃって、そのニキビを隠したいと思います。睡眠不足でニキビだらけの肌になっちゃいました。そんなの今まで全然なかったのに、ショック。伸ばしていきます。おすすめスキンケア、なんだろうな。あ、今使ってるのはね、無印のね化粧導入剤っていう、導入化粧水っていうのを使ってるんですけど、化粧水を塗る前にその化粧水を塗ると化粧水が肌にめっちゃ入りやすくなるっていう化粧水があるんですよ。化粧水の下地みたいな、めっちゃいい。それを塗ると塗らないじゃ化粧水がね全然ね入り方が違う肌への、めっちゃ吸い込みやすくなるから、それはどんな化粧水にも使えるから、化粧水塗る前に一回塗ったらいいと思う。もう本当にこのショールーム期間中でね、
肌荒れがもう肌の荒れ方が異常ドラフト合宿の時並みに肌が荒れてる。寝てないと肌って荒れるんだなって一番思った。すっぴんで外出られるの？レッスンとかすっぴんで行っちゃう人でも気合い入れたい時は化粧するけど、なんかあんまり化粧したくないんですよ、肌を休めたいから。だからあんまり しないで出ることも普通にあるかな。無印の化粧水めっちゃいいの多いですよ。その導入化粧水はめっちゃ使う。とりあえず明るくしたいところにピンクを塗ります。肌はねそんなに弱くはないと思う。でも本当にショールームイベントでずっと寝てなかったらめちゃめちゃ肌が荒れたから、大事だなって思った。睡眠って、血色を出します。本当に血色がないんだよね顔に。好きなメイクブランドはまあジルとかはパッケージも可愛いしめっちゃ持ってるかな。でもほとんど韓国の化粧品を使ってます。アイシャドウとかリップとか結構韓国のものが多いですね。これも韓国のものです。でお粉をはたきます。あんまり厚化粧にしたくないので薄くお粉取って顔全体にまぶしていきます。こんな感じでもう適当に薄くって感じ。昨日のフェロ良かった。オフェロメイク可愛かったよね。オフェロメイク高めの位置にチーク入れたら可愛いのかもしれない。ドラフト合宿は史上最大に肌が荒れた時期だった。本当に肌荒れフィーバーでした。眉毛描きます。オフェロメイクは自分でも結構気に入って、なんかレパートリーに入れようって思った。今度握手会とかでもできたらいいなって思う。キャンメイクです。描いていきます。眉毛もともとめっちゃしっかり生えてるからね、あんまり描かない。エステファーティーさん買いますよね。お、ありがとう。 Thank you。 すごいね、ジャカルタに STU が行ったりしてるからさ、インドネシアからのショールーム訪問者も多いですよね。ジャカルタ効果もあって。眉マスカラしていきます。あんまり描かない眉毛は。もうなんかほとんど描かなくてもしっかり生えてるから描かなくていいかなって感じ。眉尻だけ描くで眉マスカラ。なんかね眉毛は整えてもいいんだけどね、薄くしてもいいんだけど
まあ、なんか ST はやっぱり清楚だからね、しっかりちゃんと自眉毛がある方がね清楚っぽくなるのでねって思います。お、ゆさん見るぞ、ありがとう。はい、次アイメイクに入ります。イルミネーションとかってまあ暗いじゃないですか。周りは暗くてイルミネーションピカピカしてるみたいな感じじゃないですか。だから暗いところでも映えるくらいめっちゃキラッキラのメイクをしたいと思います。イルミネーションよりもキラキラだねみたいなメイクをしたいと思います。どうしようかな、ルナソル使おうかな。でもな、いろんなのがあるんですよ化粧品も。でも今日はアディクションにしよう。まず最初にこのクリアの G10 番にします。これはねどんなメイクでも一番最初に塗ってたら目がキラッキラになるので、一番最初に塗るのはいつもこれ。本当にキラキラキラーみたいになります。これを塗ったらアイシャドウブラシで、そう、イルミネーションより君の方が綺麗だねって言われたいメイクです。アディクションっていうところのアイシャドウを使って、これもラメがめっちゃキラキラしてるんですよ。塗っていきます。二重幅に入れていきます。目尻側から広げることでいい感じにボケます。最初に目尻側にアイシャドウを置いて、そっから内側にぼかしていく。ちょっと大人っぽい感じです。で、下まぶた3分の1にも入れていきます。今はね眉毛もしっかり描くのがね時代なんですよ。そういう薄眉はねちょっと一昔になるんです。結婚するまでだから。でも家族と一緒にクリスマス過ごせるのも幸せじゃないですか。実際にそういうこと言う人いないのかな。私でもそういうキザなこと言う人好きですけどね。言われてみたい、夢見てるから私は。お、一日だけでゆらゆらの握手券申し込みました。嬉しい、ありがとう。ゆらちゃんの握手ってどういう感じですか。もうとにかくゆらってほんまにショールームでもだけどさ、一日中喋っとるやんか。本当にね喋ることがすごい好きなんよ。じゃけゆらがめっちゃ喋る。あとは終わった後にめっちゃ幸せだったなって思えると思う。本当にめっちゃね、何来てくれた人にちょっとでも喜んでもらって帰りたいなっていう思いでやってるから、その人を喜ばせたいっていう精神でやってるから絶対来て損はないと思う。そうで、イルミネーションデートなのでさらにキラキラを濃くしたいので、上からこのエチュードハウスのキラキラをさらに重ねます。これはすっごいキラキラになるんよ、塗ったら。ほら見て、超キラキラ。これを上からのせることによってさらにキラキラ度がアップします。キラキラ、超キラキラ、見てキラキラしてます。
ユラの握手癒されてる本当？で残ったのを下まぶたに入れていきます。キャッキャッキャン。そして次にハイライトに入りたいと思います。夜だからね、もう結構はっきりくっきり化粧をしてもね許されると思ってるのでね、夜だからはっきりくっきり化粧をしようと思います。ハイライトを入れます。話すの苦手でも全然大丈夫だよ、ユラが一方的にめっちゃ喋るから。本当に全然大丈夫で、ハイライト入れていきます。クリームハイライトを手に取って鼻にまず入れます。ポン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 って入れないとね、下の化粧が崩れちゃうから、ポン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 って置くように入れていきます。下の化粧がね剥がれちゃうんですよね、やっておかない。鼻筋が通ります。そうするとツヤっとします、こことか。で他にも C ゾーンと目頭とあと唇のここに入れます。プルッとプルッとするために、唇がプルッとします。これポイントですね、ポテッと唇に見せる。オッケーです。でついでに一緒にシェーディングも入れちゃいます。シェーディングはめっちゃ薄めにパウダーを取って、ほんとうっすらここに鼻を高く見せるために入れていきます。でもほんとにうっすら、うっすらでも鼻がめっちゃ高く見えるのでちょっと入れる効果あります。入れます。確かに握手終わってブースから出るときニヤニヤしながら出てきよく、ほんの嬉しい、ニヤニヤしてほしい。あ、よかったなユラちゃん、よかったなって思いながら帰ってほしい。でさっきの大きな筆に茶色を取って、ここに入れてちょっとお顔、小顔効果、まあでもあんまりつかないからそんなに変わらないんだけど、変わってないって言われたら変わってないんだけど、まあ気持ち入れることによってちょっと顔が小さく見えるかなみたいな感じです。入れます。ハロウィン前の時押し増しで行こうとしたけどすごい列で諦めちゃった。お、そうなんだ、嬉しい。自分は後ろの列がどうなってるかとか見えないからさ、そういうの言われると嬉しいですね。次にルナソルっていうブランドのアイシャドウを使って涙袋に入れていきます。しっかり涙袋を作ります。じゃん、ぷくっとした涙袋になります。そして影を入れていきます。
涙袋に影を入れることによってさらに涙袋がねぷっくりとします。これひでぽんハートありがとう。ケイトのダブルラインで入れていきます。影を入れて、これじゃあ不自然なのでぼかします。指でちょっとしっかりめにぼかします。するとぷっくり涙袋が誕生いたします。はい、そして次にまつげに美容液をつけてあげます。まつげ美容液、傷まないようにまつげにもちゃんと美容液を塗ってあげます。まつげのお化粧水です。まつげにも はい、美容液が塗れたらアイライン引いていきます。アイラインも夜だから結構がっつり引いても気にならないのでがっつりやります。 STU にいる間はね、眉は細眉にはしない。もう STU が清楚だからあんまりね細眉はできないんですよ。しかも今の時代は細眉より太眉だからね、細くしたい気持ちもあるんですけど。しっかり引いていきます。もう暗いからね、夜のイルミネーションデートの時は清楚だよ。でもなんか清楚な子ってさ、眉毛ボサボサだったりするじゃん。めちゃめちゃ細眉だとさ、え、清楚じゃなく見えるってなっちゃうかな。ナチュラルに、あまり細すぎず太すぎずのメイクです。できた。だってさ、あれだよ、女優さんとかさ、朝ドラの女優さんとか眉毛めちゃめちゃあれじゃん。眉毛めちゃめちゃしっかり生えてるじゃん。それちゃんとした女優さんとかはね、ちゃんと眉毛とかもしっかり生えてるんですよ。細眉な女優さんあんまりない。 OK。 で、黒目の下にもアイライン入れていきます。黒目を大きく見せるために。黒目の下にも入れました。そう、細眉だとねギャルになっちゃうから。次に眉毛じゃない、眉毛の話しすぎ。まつげを上げていきます。化粧ってなんでこんなに楽しいんだろうね。めっちゃ楽しい、お化粧するの。マスカラいきます。ビョビョハートありがとう。マスカラいきます。
伸びろ伸びろ、楽しいよ化粧するのは。めっちゃめんどくさくない、全然楽しい、全然楽しくできる。お化粧は、お化粧の時間は大事、気分が上がる。いい感じ。ギュインって上がりました、まつげが。マスカラ塗るときってここめっちゃ伸びるよね。オッケー、マスカラ塗れました。オッケーです。パッチリパッチリパッチパオメメのガール、でアイラインを上からぼかすためにもう一度さっきのアディクションのアイシャドウを二重ファンに塗ります。オッケー、綺麗、めっちゃ目キラキラ、超綺麗になりました。で次はチークを塗ります。チークはこれチルスチュアートのポンポンチーク使います。
の位置に入れます。OK。 うっすら。うん、いい感じ。優しいピンク色って感じ。そう、キラキラに見える、夜でもキラキラに見えるメイクです。で、口はちょっと赤っぽいものを塗ります。夜なのでちょっと大人っぽく、大人っぽく赤色のリップを塗ります。最初にまずリップクリームで唇を潤します。君に似合うと思ったんだ、グレンチェックのマフラー。やばい、声が出ない。赤色今日もカラオケ配信大丈夫かな。私も朝寝落ちしちゃった。で、その上からさらにうるつやになるグロス塗って完成です。完成です。イコラブも歌っちゃダメだった。完成。オッケー。これで夜のイルミネーションでも映えるキラキラツヤツヤなメイクが完成しました。どんな髪型がいいかな。そうかも、髪型決めてなかった。でもなんかちょっと前髪上げた方が似合いそうなメイクだね。これは大人っぽい感じで。巻こうかな髪の毛。でも巻いてもどうせな、夜には取れちゃうからな。なんか前髪下ろすとさ、幼くなっちゃわない？まあいっか、前髪下ろしで。前髪を薄くしよう。薄めにしよう前髪を。これは外ハネだね。ちょっとストレート気味の外ハネで
大人っぽくしよう。ちょっと少なくしようか。アイドルみたい。アイドルだもん。はい。最初まず綺麗にストレートにして、豚汁に切れてたのか、そりゃ悲しいな。すぐにして、そっから外肌にしていきます。鏡で見ないとわかんないよ、ショールームだけだと。焼き餃子も水餃子も今の私にはどうでもいいのに。やばい、声が枯れてる。今日のカラオケで絶対私喉死ぬ気がする、間違いなく。しっかり水分取ろう。ざっくりとだけどできました。ちょっと外跳ねる。
ワックスをつけてきます。ワックスっていうかヘアトリートメントみたいな。私ほんとてっぺんにボリュームがないんだよね。髪の量が少なすぎて。できました。夜のクリスマスイルミネーションデートメイクです。イエーイ。いかがですか。夜の街を一緒におしゃれな格好をしてイルミネーションも一緒に見に行ってくれますか。よき？イエーイ。完成しました。大人っぽい？イエーイ。大人っぽくしてみました。これでまあお洋服はもうちょっとデートらしいお洋服を着て家着っぽくなくして完成です。みんな一緒にイルミネーション見に行こうね。はい、マフラー巻いてもらってます。君に似合うと思ったんだ、グレンチェックのマフラー。ハルルンさんにもらったお洋服あるよ。ハルルンさんにもらったお洋服あるよ、いっぱい。ツーショット撮りたい？そうだよ、握手会に来たらツーショット撮れるよ、来てね。はい、てな感じでこの配信は終わりです。キラッキラ、結構大人っぽくできたと思います。それでは壇上を読みたいと思います。13位が韓国の方。13位、ウォーズスソーカムサー、ありがとう。12位が津田ちゃん、ありがとう。そして11位がシンジユラユラなオニオンタイ、いえ、ありがとう。そして10位がまさみくん、ありがとう。そして9位がタコカバさん、ありがとう。8位がソウソウさん、ありがとう。7位が今日この頃さん、ありがとうございます。そして6位がお6位こまうよ、ありがとう。そして5位がエスター&エイチさん、ありがとう。そして4位がタネルップさん、ありがとう。そして3位がマーちゃん、ありがとう。そして2位がマカロンさん、ありがとうございます。そして1位がリンジアットユラキュン、ありがとうございます。皆さんこの時間も、いや夜、私一日中配信するよ。誰ともデートしない、誰ともデートしない。もはや夜なんか一人で人からするから、人からで配信します。それでは次は1時31分からあと10分後に配信始めます。それじゃあまたね、バイバーイ。